はい、トムでーす。今日も衝撃の事実をねお伝えしたいと思います。その前にね、僕毎日最低1投稿は雑学の方を登録してますんでね、たくさんの雑学に埋もれてしまう前に保存ボタン、まあセーブね、よろしくお願いします。実はみんなが昔から気軽に口にする女子高生はね、伊藤ハムの商標登録です。そんな感じでした。